こんにちは、ドクターネッケスです。さあ、続きをやっていきましょう。3話までやったんで4話ですね。当直あったりとかでなかなか進んでないんですよね。じゃあ4話からいきましょう。いずれ平森と出会い、共に学院生活を送るレンジ。日々の訓練へのやる気に反して、昨日の腕前は相変わらずで。今あれですな、ザエルアポロ星5のために取ってた星4を全部ぶっ込んでレベル上げしてます。全然どこで当たってるかわかんねえぐらいの感じだったな。ちなみにこれは通常攻撃 60% アップの状態になってます。60% アップだと強えな。なんでテッサイかっていうと、ベリーハードをテッサイでやってるからですね。12話を。確かにヒーロー打ち合ってるな。はい、どんどん行きましょう。間違えた、再挑戦をした。で、5話からハードですね。新王霊術院へ入学してから1ヶ月が経った。切磋琢磨するレンジ、イズル、ひなもりの3人は訓練後に何やら騒がしい気配を感じ取り、いやフレンドポイント、どうフレンドポイントでさ、マジガチャ回したいよね。アクセガチャもう1、2だけでもいいからさ、餌としてフレンドポイント使えたらいいのにね。1ヶ月後、イズルって優等生だったん？ひなもりが鬼道の達人みたいには言われてたけどさ、
こら辺の話をしっかり覚えてないな。行きますぞ。あのね、すごく今眠、徹夜で帰ってきて、もう今非常に眠くて、なんか全然喋れなくて、すいません。テッサイのローリングがすごいシュールなんだよな。こっから必殺技使うかな、使わない？さあ使わない系だな。当たってねえし。さあどんどん行こう。今45、次6話。レンジ出る雛森は戦闘訓練を行うため現世へ向かうことになった。一方ルキアは未だクラスに馴染めずにいて、ほんとなぁ、こいつら星5は俺は納得いかないなぁ。そうか、なんか腹減ったなぁと思ったらもう朝でお腹が減ってるんだ。後手13隊の隊長が学院の視察。どこだ敵は。すごい敵がばらけてんな。テッサイはメダルキャラの中でも強いと思うんですよね。俺は傷がや押しだけど。よし、雑魚だったら必殺技使ってやる。ダミーフォロー。
全然覚えてない。はい、今回はここまでですね。4から6は、すごい無口な感じでお届けいたしました。まあね、いつか見返したいなと思った時にでも見ていただけるとありがたいと思います。明日は、7から9話やってみたいと思います。以上、ドクターネックレスでした。お疲れ様でした。